はい、どうも、アジェです。本日、バンテリンドーム名古屋で対ドラゴンズ23回戦が行われました。3対1でスワローズの勝利。はい、同点の6回表、村上選手の39号、ドラゴンズの打球の方がよく伸びました。先発のサイスニード投手が暴投してましたけども、マウンドに上がったところで指を気にする仕草もあり、緊急降板しました。その後、緊急降板した大西投手が見事、ヒットに続けたのが、大変それが助かりましたね。今日の試合はドラゴンズ山井投手、そして藤選手の引退試合でございました。お二方、お疲れ様でした。これでスワローズマジック8となりました。明日はバンテリドーム最終戦ですけども、またここ、勝っていきましょう。